はいと、鍋スープ3品。なんで鍋スープを紹介するしなきゃならないのかというところなんですが、今回紹介されてた鍋スープ、これですね、ぴょんぴょん社鍋スープキムチチゲ、ここキムチチゲって書いてあるんですね。これ鍋スープ、濃厚濃厚、あ、でね、雪かこれ。あ、ソルロンタンって言ってた。書いてた。ソルロンタンっていうの韓国語なんだろうな。ね。で、ここでも、ぴょんぴょんしゃ。で、次これ。見えないでしょ。にゃんにゃん。味噌チゲ。ということで、これも、ぴょんぴょんしゃさん。ジャンボのすぐそば、稲荷町でやってるぴょんさんのとこなので、この3品目ぴょんさんのとこで出した。今日はですね、3種類の鍋スープということで、あれ、ぴょんぴょん社が消えてしまってる。ここ、これですね、切っちゃったんだけど、これ、あれ、ぴょんぴょん社の、鍋スープっていうことで、ソルロンタンですね。ソルロンタンっていうのは、牛の、パイタンですね。うま塩牛パイタンっていうことで、ぴょんぴょん社の、スープですね。これが一つです。で、これですね。鍋にしてみたらこうなりましたということでございます。はーい、じゃあ食べてみましょうね。はい、じゃあ早速取って食べてみますね。豆腐と、それから牛肉入りので豚肉だな。はい、ソルロンタンで牛の白湯なんだけど豚肉入ってました。ああ、この豚肉どっかの特売の細切れな、ヤマトの超特価のやつね。あれあれば何でもできるもんね。大きな声で言えないけど、ジャンボの美味しいじゃないおばあちゃん。なんか健康に良さそう。出す時にね、塊になってるから、一回湯煎してから。気温が下がってきたので、牛の白湯、ソルロンタンって書いてるけど、牛の骨で取ったスープなので、多分コラーゲンが固まってしまってるから、使用する前に一回ちょっと湯煎して温めた方がコラーゲンが溶けると思うので、美味しゅうございますよ。なるほどね。こんなあっさり系の、あっさりなんだけどコクがあるという、味付けはあっさりコクがあるという鍋ですね。なるほどね。これ焼肉冷麺ぴょんぴょん社さんの商品ということで出てきましたので、他にもありますから、後ほどご紹介します。はい、一つ目の商品は、ちょっと切っちゃったんですけど、同じくぴょんぴょん社さんの、これですね、発酵熟成キムチチゲという、のですね、発酵させて鍋スープ。3、4人前。で、ストレートつゆなので、で、できたのがこれですね。これキムチのスープやってるからいらないってことかな。キムチはいらないわけだね。チゲスープ、鍋スープ、チゲスープ。そうなんだ。あ、そっか、チゲって鍋のことか。
鍋だからね、うん、チゲスープね、ということですね。はーい。はーい、これが、キムチチゲの素、ぴょんぴょん師さんのですね。さーて、いただいてみますか。うん。なるほどな。キムチチゲ、キムチチキム、あ、辛い辛い。ちょっと辛みがある。うん、後から来るね。意外と規定量だと味が濃いかもしれない。うん。で、これで豆腐食べてみると、どうね。なんかこれ鍋とは関係ない話だけど、今年野菜なんてのは硬いような感じね、全般的にね。うん。うん。辛みと、うまさと、しょっぱさと、香りは、うん、もうちょっと俺、辛党なので、もうちょっとキムチの香りが強くてもいいかなっていう感じはするけども、うん。ニラが入ると、いかにもキムチっていう感じがするな。美味しい。これ何も足してないでしょ？うん。これ、一人二人食べるには、ちょうどいい量ですね。ん？二三人、三四人前だから結構な量だね。うん。なんだかんだ言って食わさってまま。うん。美味しいです。食わさってしまうっていうのは、私はそんなにいっぱい食べるつもりじゃないんだけど、思わず食べてしまうっていう感じですね。ああ。美味しい。うん、美味しい。ああ、辛みがちょっとくるから、スープも飲んじゃおうか。うん。確かにキムチの酸味も少し入ってるね。うん、こんな感じの美味しゅうございます。はい、次はですね、3種類目。ぴょんぴょん社さんの、あれ、逆じゃん。こうですね。はい。ぴょんぴょん社さんの発酵にゃんにょん熟成チゲスープで、にゃんにょん薬のねんずるって書いてにゃんにょんにゃんにょん味噌チゲですね。これを食べてみます。はい、ということで、これですね。お玉が邪魔ですね。はい、こういう風な感じになってますね。はい。色は醤油ベース。ちょっと辛みが入ってるのがですね。味噌。味噌だよ。味噌ベースって感じ。辛みが入ってる感じですね。うん。じゃあ、取ってみ、食べてみましょう。はい。それでは、発酵熟成チゲスープということで、今度は、ヤンニョン味噌チゲ。ですね、ストレートタイプのやつで味噌ですね。味見てみましょう。あ、甘めの玉ねぎが入る。玉ねぎ使いだったんだ。うん、甘めのタレに、スープになるね。あ、なんか、にゃんにょんって言うんだから、なんとなくどっかに
薬が入ってるような。薬が入ってるような。薬膳ですね。うん。味は味噌味。辛さはほとんどありません。うん。なんぼちょっと、後ろに辛さが。これ、薬草なのかな？何かの赤唐辛子粉が入ってる。やっぱり辛さが入ってる。うん。うん、でも、スープは甘い。甘いに入ったから。うん。で、朝鮮人参でも入ってるのかな？入ってないね。人参と唐辛子とおすりにんにくごま油。梨も入ってる。りんご梨。すごいな。だって昔の冷麺っていうと梨が多かったもんね。梨、昔の冷麺っていうね。うん。盛岡冷麺って冷麺はそんなに最初の頃この時期までよく梨があるなっていうくらい梨多く使うったよね。うん。今でこそなくなりやすいかどうかさ、別なものを載せてるけど、なぜか昔は梨が必ず載ってるって、時期が外れても梨だったって、そういうふうなイメージが。美味しいねこれ。なのは体に、これスンドゥブじゃなくて、これスンドゥブじゃないもんね。焼くニャンニョン味噌チゲだね。スンドゥブもあるんだね。スンドゥブにもなるし、これスープでもよしっていう。これスンドゥブにもなるってことか。うん、なるほどね。豆腐は一木綿豆腐でやりましたけど、絹豆腐がいいということでございますけど、私はどっちでも全然構いません。美味しいです。個人的にはこれ一番好きかな。うん。味的には。うん。個人的には一番これが私好きだな。うん、おいしい。はい、ごちそうさまでした。スープも飲んじゃおうか。スープも飲んじゃいます。はい、ごちそうさまです。うん、なるほどね。おいしくございました。